はい、こんにちは。今回なんですけれども、昨日ですかね、今日か、日付的には今日なんですけれども、10月3日月曜日の深夜0時から朝の9時まで起きていました花植えゼロ本ウィークリーチャレンジ問題についてちょっと解説していこうかなと思います。ちなみにですけど、この問題についてもすでに解決済みということになっております。で、どんなことが起きていたのかと言いますと、まあこれ1本前の動画ちょっと見ていただいたらわかるかなと思うんですけれども、ウィークリーチャレンジ、その花植えをゼロ本植えようっていうね、そういった内容のウィークリーチャレンジが出ていたんですよ。で、実際にこれを開始してみると、開始した途端に終了するというね、そういった感じの不具合が起きておりました。で、終了した花植えのウィークリーチャレンジにおかわりチケットを入れることで、さらにね、ウィークリーチャレンジをすることができて、そのさらにね、やったウィークリーチャレンジも即終わらせることができるといった、まあ、そんな感じの不具合が起きておりました。で、これがね、起きた後ね、そのすぐ修正されるよって話を、まあ動画内で話したんですけれども、実際に対応がなされたのは朝の9時頃でしたね。それまではね、ずっとその花植えゼロ本のウィークリーチャレンジは残っていたんですよ。それがちょっとびっくりですよね。で、まあ、おかわりチケットを使えば簡単にコスモスの花を大量に増やせることができるということで、結構ね、まあ、コスモスの花目当てでこのおかわりチケットを、ね、たくさん使った方もまあちらほらいたようで、僕もまあまあ使ったんですけれども、そうですね、白が481の、黄色528、赤479といった感じで、かなりコスモスの花は集まりました。で、正直言ってね、ここまでやっておかわりチケットをその突っ込んでまでやる必要があったのかどうかって話なんですけれども、それは自体はね、ないと思います。なんでかっていうと、もうウィークリーチャレンジじゃなくてコミュニティデーがそろそろ控えてるんですよ。コミュニティデーが来ればコスモスの花びら大量にね、手に入れることができるんですけれども、だからね、そういった意味も、まあ、あるからね、今ここでコスモスの花びら大量に増やしてもあんまり意味がないような気はしますよね。これが仮に金の苗が入っていたら、とんでもない、まあ、暴動とかになってたんじゃないかなというか、とんでもないクレームになっていたんじゃないかなと思います。おかわりチケットを突っ込むだけで簡単に金の苗がゲットできるとか、そんな状況になっていたらね、もうそれはもうこのね、その不具合のね、恩恵を受けられなかった人はね、もう怒っちゃいますよね。僕も別にそういう立場だったら怒ってたかなと思います。だからね、金の苗が入っていなかったことから、まあ、おかわりチケット突っ込む価値があるのかなと言われたら、正直まあ微妙かなと思いました。ただね、そのおかわりチケット突っ込む必要ないんじゃないかなって思ってはいたんですけれども、僕がその作ったツイッターのピクミンブルームのコミュニティというものがありまして、そこでね、ちょっと面白いことが起こっていたんですよ。これちょっと見ていきます。ウィークリーチャレンジがおかわりチケットを使うことで即終わらせることができるということになった後に、記念撮影会というものがね、行われ始めまして、ね、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、自分のその一緒にね、こんな感じに写りたいね、お気に入りのピクミンをまあ5匹選びます。で、5匹選んだ後に、まあ、その残りのピクミン全部外して、で、それでウィークリーチャレンジをスタートすると、自分の推しピクミンと必ず記念撮影ができるというね、まあ、そういった遊び方ができたんですよ。だから僕もそれの恩恵にあやかって、テーマパークピクミンだけでこうやってね、記念撮影をやってみたりとかしてましたね。もうこれ考えた人は天才だなと思って、あ、この人とかはほら、花札とか切符とかで染めてますね。だからその推しピクミンと写真撮影がね、できるチャンスだみたいな感じの話になってね、記念撮影大会になっておりました。だからね、僕も結構何枚か撮りました。これもね、ほら見てください。僕が一番お気に入りの岩ピクミンのクローバーだけで染めてみて、で、これで記念撮影してみたとかやったし、あとはね、その切符ピクミンとかで記念撮影をやってる人とかもいましたね。こんな感じで、その本来の遊び方とは違うね、まあ、面白い遊び方を考えてくださった方がいて、まあ、そのおかげでね、まあ、こんな風にね、コミュニティ内では記念撮影大会が、ほら、ずっと同じ投稿、記念撮影投稿が並んでると思うんですけれども、こんな感じの記念撮影大会になっていましたね。これはなかなか状況的に面白かったですよね。で、その後にね、まあ、記念撮影大会が、まあ、一通り落ち着いたところで、まあ、僕はちょっと夜中に寝たんですけれども、翌日起きまして、朝の9時頃に、ナイアンティックヘルプからお知らせがありました。こちらも、ツイッターだけですね、告知的には。ツイッターとあと、ピクミンブルームの、その公式のコミュニティだけに投稿された内容なんですけれども、
現在10月3日開始の花植えチャレンジが開始と同時に終了する問題が発生しております。現在修正を行っております。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんということで、こちらの問題は、まあ、運営からの、そのプレゼントとかではなく完全に不具合であるということがその認められたということで、まあにわかにはちょっとささやかれていたんですよ。これもしかしたら運営さんがサービスしてくれてるんじゃないかとかね、これは不具合ではないんじゃないかみたいな、まあそういうことをおっしゃってる方もまあいたから、でワンチャンスね、全然お知らせがなかったから僕もそうなのかなって気はしてはいたんですけれども、まあこれは不具合ですよと、修正しましたよということがね明言されました。でコミュニティですね、ピクミンブルームのコミュニティに飛びまして、この問題が結構ちゃんと綺麗に言及されてはいるんですけれども、10月3日の9時7分頃にこちらの問題は修正されて、だから今ウィークリーチャレンジを開始して、そのおかわりチケットを仮に入れたとしても花植えのチャレンジは0本から2万本植えようのチャレンジに変わっております。2万本植えようのチャレンジだから先週と同じチャレンジですね。でこれに関してなんですけどね、めっちゃくちゃね、その荒れてるんですよこれの投稿が。すっごいたくさん意見が書かれていて、まあ、確かによく考えたら、うん、すごいことだよな。だって課金アイテムがほぼほぼ歩かずにお金さえ突っ込めば簡単に手に入れられたみたいな、まあ、そんな状況だったから、まあ、ナイアンティックのゲーム全体で見てもこういうバグはなかなかないから、まあ確かに波紋を呼びますよね。それでここのそのスレッド、この不具合問題に関するそのスレッドに結構たくさん意見が書かれていて、まあ、2つほど書かれている大きな意見としましては、この恩恵にあやかった人がずるいというのと、あと報酬がそもそももらえていないっていうのと、とウィークリーチャレンジのおかわりチケットを返してくれ、まあ、3つでしたね。この3つがね主に書かれております。でどうしよう、じゃあ1個ずつ解説していこうかな。じゃあまず一番大事そうなその報酬が付与されていない問題、これに関してちょっと話していきます。でこれに関しては報酬は必ず付与されています。もらえる報酬はエキスじゃなくて花びらなんですよ。エキスと花びらを勘違いして報酬もらえてないと言ってる方がいるようにしか見えないんですよね。で僕のその YouTube のコメント欄にも報酬もらえてないんですよって書かれた方で、僕がそのもらえる報酬はエキスじゃなくて花びらですよって教えてあげたら、あ本当だ付与されてましたって方がほとんどだったから、まあ、このチャレンジの不具合の時にあやかった方だったら報酬は絶対にもらえてるってことが、まあ、運営さんがもう言ってるから、まあ間違いないと思うんですけどね。うん、コスモスの花びらがね、まあおそらく最低でも50枚ずつ付与されてると思うんで、花びらを確認してください。コスモスの花びらです。でそれでまあ恩恵にねあやかった方がずるいという話なんですけれども、まあ、ただね最初に言った通りおかわりチケットを突っ込むまでの価値があるかどうかって言われたら結構微妙なんですよね。やっぱりまあ金の苗が入っていないことと、まあもらえる報酬がコスモスの花びらだから、まあそれはもうコミュニティで控えてるから簡単に手に入るんじゃないかってことで、だからねそういう意味もあるから、まあ正直まあ金の苗、まあおかわりチケットを突っ込んだけれども、まあ、得してるかどうかで言われたら、そんなめちゃくちゃ大きい得をしてるかどうかって言われたらちょっと微妙かなって気はしますね。個人的にはですけどね。うん、で最後の問題でおかわりチケットそもそも返してくれって方が、まあ、いらっしゃったんですけれども、これねなんかできるらしいです。これを見てったらおかわりチケットをお戻しする対応も可能ですということが書かれているんですよ。このコスモスの花びら自体はもう絶対に付与されてるんですよ、このウィークリーチャレンジを終えたとしたら。だからこのコスモス、もらったコスモスの花びらをその回収、運営さんが回収することでおかわりチケットを戻すことができると書かれております。まあ冷静になってね、花びらいらないやみたいな、花びらいらないからおかわりチケット返してくれって方だったらね、まあお問い合わせしてみるのもありなんじゃないかなと思います。まあお問い合わせ方法なんですけれども、設定に飛びましてヘルプをして、ヘルプタップして、でここの、まあ、これ何回もやってますね、右上のお問い合わせを押してでここからそのお問い合わせ内容を書いていくみたいな形でやっていくと問い合わせが可能です。今回はね0時から9時の間に起きました花を0本植えようウィークリーチャレンジについての解説をさせていただきました。こちらの話がちょっと参考になれば幸いです。
それではじゃあ今回はこの辺で以上とさせていただきます。ありがとうございました。